プロ野球選手の金字塔2000安打。2023年シーズンまでに NPB では55人がこの偉業に到達しています。近年では坂本勇人が史上2番目の速さで達成し、大島洋平もプロ入り後日本人選手最速タイの14年目で達成しました。しかし簡単な記録ではなく、大記録目前で引退してしまった選手たちがいます。彼らはどのような理由で2000安打を達成できなかったのでしょうか。今回は2000安打達成目前で引退してしまった選手をご紹介していきたいと思います。今回ご紹介する選手以外にも、皆さんの印象的な2000安打達成目前で引退してしまった選手がいましたら、ぜひコメント欄で教えてください。飯田徳治、1978安打。飯田は2000安打まで一番近づき引退した選手です。1947年に南海に入団した飯田はチャンスに滅法強く、長打が欲しいところで打てる打撃が魅力で、2年目の1948年からレギュラーに定着。南海時代にはシーズン MVP1 回、打点王2回、ベストナイン5回に輝き、パリーグを代表する選手になりました。1956年には154試合全試合出場というプロ野球最多出場記録を打ち立てていますが、球団がボーナスの支払いを渋り、シーズンオフに国鉄に移籍することが決まります。この時期から長打は減り、1958年にはアキレス腱断裂という大怪我を負いましたが、復活した1959年からの3年間は100安打以上を打ちました。しかし、コーチ兼任となった翌年の1962年から出番が減少し、1963年に現役を引退。ここまで積み重ねてきた安打数は1978安打で、2000本まであとわずか22本に迫っていました。飯田は仏の徳さんと呼ばれた温厚な人物。現役を引退した1963年にも24安打を放っており、コーチを兼任せず現役を続けていれば2000安打を達成できたかもしれません。児玉明俊、1963安打。児玉は近鉄で14年、阪神で2年活躍した選手です。高校2年生の1953年、近鉄の入団テストを受けると打撃のセンスを見出され、高校卒業まで待つと他球団に取られると考えた近鉄から、高校を中退してプロ入団か、進級して高校生活を続けるかという選択肢を迫られ、近鉄に入団しました。入団テスト翌年の1954年からレギュラーに定着すると、規定打席に到達し116安打を記録。ここから児玉は13年連続100安打以上を記録しています。当時パリーグの知名度が低く、その中でも弱小球団だった近鉄の選手の名前はほとんど知られていませんでしたが、児玉はその活躍で全国区の知名度を獲得しました。9年連続オールスターにも出場しており、通算打率3割5分7厘と大舞台での強さも見せつけています。近鉄最終年になった1967年には31歳にしてプレーイングマネージャーとなり、監督業と選手業をこなしました。しかし最下位に終わると、チームがベテランを大量に放出して体質改善を図るという方針を出し、児玉はトレードで阪神へと移籍します。阪神でもレギュラーとしての活躍が期待されましたが、1年間兼任監督を務めた影響もあり、児玉の選手としての技量はすっかり衰えていました。その結果、阪神での2年間は86安打に終わっています。それでも近鉄、阪神で積み重ねた安打は1963安打。もし監督を引き受けておらず、34歳という若さでの引退にならなければ、2000安打達成者として児玉の名前は現在に残っていたでしょう。谷義朝、1928安打。谷はオリックスや巨人で活躍した選手。オリックス時代は10年間のうち9年間で100試合以上に出場し、イチローや田口壮と鉄壁の外野陣を形成しました。2003年には189安打で最多安打のタイトルを獲得しています。2006年オフにはトレードで巨人に移籍し、
活躍の舞台をセリーグに移しました。巨人でも移籍初年度はレギュラーとして打率3割1分8厘と活躍しましたが、毎年のように出場機会や成績が下降線をたどっています。2010年からは代打での起用も増えると、2013年には腰痛も悪化し、13試合の出場にとどまりました。2013年オフに巨人を戦力外にされた谷は、古巣オリックスへ戻り、最後の2年間で20試合に出場しています。まだできる自信がある。2000安打は自分だけのものではない。応援してくれている人たちの思いもある、と話していた谷。しかし、現役最終年の2015年に、自分の納得する打撃ができない。このまま一軍にいたらチームに迷惑がかかる、と話し、自ら二軍降格を志願。チームの勝利への思いと自分の打撃にこだわった谷は、2000本安打目前での引退を決断しています。井端弘和、1912安打。井端は2000年代の中日の黄金期を主にショートとして支えた内野手。入団4年目の2001年に全試合出場を果たし、レギュラーに定着すると、セカンド荒木正弘と洗い場コンビでリーグを代表する選手になっていきました。柔らかいリストワークとバットコントロールの良さから来るしぶとい打撃が持ち味で、守備だけではなく打撃でも打率3割以上を3度記録するなど一流打者として活躍しています。2005年には規定打席到達者中12球団トップの得点圏打率を記録し、勝負強い打撃でもファンから愛されていました。中日で長年活躍した井端でしたが、2013年に100試合で打率2割3分6厘と不本意な成績に終わると、シーズン後に球団の勧めもあり、右足首と右肘の手術を受けます。しかし手術を受けた後に球団の体制が変わり、年俸減額限度額を超える大幅減俸の提示を受け、中日を退団し巨人に移籍しました。巨人1年目の2014年は守備固めや代打だけでなく、片岡康之や坂本勇人の休養日にスタメンとして出場し、87試合で42安打を放ちます。2015年は98試合で321打席に立ち、63安打と前年より出場機会を増やしています。しかしシーズンオフに同学年である高橋由伸の監督就任が発表されると、井端は彼より長くやることはないと思っていた、電話をもらいすぐに辞めようと思ったと引退を決断。盟友の電撃引退がなければ井端は2000安打達成できたのかもしれません。大村直行、1865安打。大村は1993年に近鉄に入団すると、2年目の1995年に1番に定着し、110試合で規定未到達ながら打率2割7分を記録。1998年には打率3割1分、162安打と好成績を残しました。2005年からは FA 移籍したソフトバンクで活躍し、2006年には全試合出場で165安打を放ち、最多安打のタイトルを手にしています。2001年から7年連続140安打以上を放った大村は、2008年に11年ぶりに規定未到達に終わるとオリックスへ移籍。守備では衰えも見え始めていましたが、打撃では119試合で打率2割9分1厘、122安打と持ち味を発揮しました。しかし移籍2年目の2010年に岡田彰布が監督に就任すると状況が変わります。大村は開幕から代打で2試合に出場しただけで2軍へ降格。その後は T 岡田など若手の台頭もあり、1軍に呼ばれることはなく、シーズンオフに戦力外通告を受けるとその年限りで現役を引退。後に大村は、契約やからしゃあない、2000本の区切りはあるけどトライアウトや球団のテストを受けるつもりはなかった、プロは望まれて野球をするというのが僕の考え、最後のプライドちゃうかな、と語っています。トライアウトやテストを受けていれば、前年の成績から獲得する球団が現れてもおかしくなかったため、現役続行していれば大村も2000安打を達成できたかもしれません。村田修一、1865安打。
村田は入団1年目の2003年から100試合以上に出場し、2005年には自身初の100安打以上を記録。2007年には36本塁打、2008年には46本塁打で2年連続ホームラン王にも輝いています。打率3割2分3厘を記録した2008年には158安打を放ちました。2012年からは FA 移籍した巨人でレギュラーとして出場し、2013年にはキャリアハイとなる164安打を放ちます。その後は肉離れなど故障したシーズンもありましたが、2016年には160安打、25本塁打を放つなど巨人の主軸として活躍しました。2017年はKC マギーの加入によりシーズン序盤は代打として出場していましたが、マギーがセカンドに回るとサードとして出場し、100安打で打率2割6分2厘、14本塁打の成績を残します。しかしチームの若返りの方針から戦力外通告を受けました。巨人から自由契約となったものの、上々の成績を残していた村田はどこかの球団が獲得すると考えられていましたが、獲得する球団は一向に現れず、 NPB 復帰がないまま2018年に独立リーグで現役を引退しました。実績があるのに獲得する球団が出なかった村田は、素行不良などと悪評を流され、当時のファンからも白い目で見られています。しかし巨人の対談会見で後輩の長野久義が涙を流すなど、チームメイトからも愛された存在でした。他球団のフロントは、村田がいると使いたくなってしまう、それでは若手が育たないと話すなど、他球団の編成が違えば村田の2000安打達成はあったかもしれません。以上、2000安打達成目前で引退してしまった選手をご紹介していきました。現役選手では中島博之が1928安打、浅村秀人が1845安打と2000安打達成間近。また日米通算2500安打を記録している青木宣親は NPB で1929安打を放っており、 NPB のみで2000安打達成が期待されています。今後どのような選手が2000安打を達成できるでしょうか。楽しみですね。今回ご紹介した選手以外にも、皆さんの印象的な2000安打達成目前で引退してしまった選手がいましたら、ぜひコメント欄で教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。